はい、警察署からハガキが届きましたね。警察署に来いと。まあ、なぜかというと、運転免許の更新です。いや、もうそんな時期か。前ね、更新の時ね、更新するの忘れてて、結局ゴールド取れなかったんだよね。今まで無事故も違反なんだけど。当時神戸に住んでたから、明石まで行った記憶があるけど、今大阪住みだからさ、行くとしたら警察署か、門真だよね。ちょっと開けてみよう。よいしょ。僕の誕生日がね、12月21日なんで、その前後1ヶ月、11月21日から1月21日までの間にしなきゃいけないと。まあ、ようやくね、ゴールド免許になるということでね、30分間の講習で行けるっていう。自動車保険とかも安くなるんだろうね。マイカー持ってないからあんま変わんないんだけどね。今あれだね、全部予約制なんだね、やっぱり。でもなんか QR コードでオンライン予約とかできるみたいだから、まあそれでなんとかしようかな。てかあれだな、メガネ変えなきゃいけないな、よく考えたら。視力検査されたらやばいかもしんない。いやあれなのよ、車 0.3 以上だったら大丈夫だから、多分そこは大丈夫なんだけど、まあいいに越したことないからね。ちょっと先あれだな、メガネ屋行こう。更新の前に大阪府警からのお知らせが来てる。書いてある。1月はかなりの混雑が予測されます。更新予約が取りづらくなったり、手続きに通常よりも時間がかかることが予想されますので、できるだけこの時期を避けた手続きをお願いします。1月は混むんだね。早めに行こう。日曜日がな、日曜日が警察署やってないんだよな。どっか平日休みで行くか。まあね、せっかくのゴールド免許を取得なので、今後も安全運転に気をつけて、無事故も違反貫いていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚天理でした。